けから得るものとかはたくさんあると思うんで、チームメイトとのコミュニケーションだったり、戦略だったり、相手の対策だったり、結構勉強になって、確かに全勝したチームと比べたら得るものは少なかったかもしれないですけど、自分のためチームのためみたいな必要なことが分かった年でした。まあその新しく入ったシギアル組は去年とか一昨年くらいから一緒のチームでやってて、その部分で言うとまあ連携力とかそういうものが結構期待されてて今のメンバーになったって感じですね。 Thank you world I'm JP number one ソーバープレイヤー。まあエージェントで言うとソーバー、フェイド、スカイとかメインイニシエーター系をやりつつも、まあ、サブ IGL するかしないかみたいな。まあ元気があって結構明るい性格なんで、みんなのコミュニケーションをうまく取ってくれるようなプレイヤーで助かってます。ネスさんは師匠ですね。普段物静かなんですけど一緒にふざけたりとか、なんか面白い人だなって思ってます。チームメンバーの中で一番クラッチのパーセントが高い選手で、 1V2 とか 1V3 になった途端に本領発揮するような選手です。저메인은일단총을잘쏘고타격대라는게아무래도제일앞에서야되는포지션인데제일앞에서야됨에도불구하고성적이잘나올때가많아서이친구는정말타격대에특화된친구구나。まあ、自分のプレーで味方が乗れるようなプレーをして、かつ、まあ、味方の士気を上げるようなコミュニケーションを取れるようにしたいなと思っています。僕らが彼のポテンシャルをしっかり引き出せるようなサポートができたら、もう間違いなくトッププレイヤーになれると思います。セスは前のタイトルのゲームとかからいるんですけど、経験値とか知識とかを結構みんなに共有してくれるんで、そういった部分では助かってます。エイムも強いし頭も1番か2番ぐらいにいいレベルで優秀なプレイヤーです。セム선수는지금저희팀에서 IGL 을하고있는데、フィジカルも強くて持っているピックプールが広くてかなり万能なプレイヤーで、믿고갈만한것같아요。저는원래는일본팀에서プレイヤーを하다온メドゥサ고요、センティネル주로하고있고ロルキングを좋아합니다。目指すはもちろんナンバーワンなんですけど、その簡単にいくと思ってないんで、全員が攻撃的なスタイルで試合中に対応するのが非常に難しいチームで、他のチームと比べてメンバーも変わったし、メンバー정하는기간도되게길었고지금도연습시간이되게없는그런상황인데、まあ、とにかく勝たなきゃいけないことには変わりがないので、まあ、1試合1試合全力で頑張りたいなと思っています。端的に言うと、まあ、僕たちがお互い信頼し合って一つとして戦っていけるようなチームになれば、新しい DFM はこうなったんだぞっていうのを見返すチャンスだと思ってるんで、自分たちの時間、最後に笑うのは俺たちだみたいなイメージです。